ホルムダテ賞は、ドイツ国防軍が定めていたソゲヨータテ賞の一つ。1942年のホルムの戦いに参加した、ドイツ将兵に対して授与された。1941年12月のドイツ軍による、モスクワ攻撃失敗を受け、赤軍は1942年1月に大攻勢を発動する。その一環として、レニングラード方面への一大兵団拠点であった。 ホルムも1942年に1月18日から、赤軍及び赤軍パルチザンによる攻撃にさらされた。そして1月21日から5月5日までの間、ホルムは、赤軍第三打撃軍の一部によって、完全な包囲下に置かれることになった。この時、ホルムには、テオドール・シェーラー少将を指揮官とするドイツ陸軍の第281保安師団が駐屯していたほか、空軍や、 海軍の人員、軍属、警察官、レニングラード方面から撤退してきた雑多な、敗山兵などが止まっており、彼らは、シェーラーの指揮下で、シェーラー戦闘団を組織し、航空機による物資及び人員の投下を受けつつ、行為が破られる日まで戦い続けたのである。制定に関する草案そのものについては法以下にあった、第65予備警察大隊の兵士らによって、考案されていた。 シェーラーはアドルフ・ヒトラー総統との最初の会見にてこの案を提出したとされる。これを受けてヒトラーは、ふむ、だが私はまだそれについて何かを決定することはできないと答えたが、シェーラーは間髪を入れずに、する。その後、この総案にはミュンヘンのリハルトクライン教授によって多少の変更が加えられた。1942年7月1日付で、 最初の訓起が発行され、7月15日には陸軍及び空軍総司令部が、8月24日には海軍総司令部がこれを承認した。その後、1944年1月30日まで、シェーラー本人及び代理人が、シェーラーの名において授与を行い、最終的な受賞者はおよそ5500人に上った。1943年に、戦時報道隊員、 リヒャルト・ムックによる画報、コンプフグルーパシラー105タゲアインジアシュローソンが出版されると、ホルムダテ賞受賞者に同書が配布された。ムックは戦闘団の一員として、包囲を戦い抜いた陸軍兵士の一人であり、またホルムダテ賞受賞者の一人でもあった。ホルムダテ賞の大きさは 38mm、65mm で、裏面には大布を止めるための3本のピンがある。 デザインとしては針十字の入った鉄十字を握った国家和師匠が中央に配され、その下には大文字でカムの文字と1942の文字が配されている。また、これを強調するために縦章そのものはわずかに突方向に湾曲している。ホルム縦章は軍服の左上腕に着用する。党や国家機関の制服への着用も認められており、 平服でも 16mm のピンバンチ式略称であれば、左襟に着用することが認められていた。なお、複数の縦称を受賞していた場合、まず左袖の袖ぐりから約 7cm の位置に一つ目の気象を取り付け、そこから 0.5cm 間隔で次の気象を取り付けていくことと定められていた。1五十七年七月十六日に制定された称号。 勲章、気象に関する法律によれば、ナチスドイツの針十字さえ削り取れば、ドイツにおいても着用が認められるとされる。カート、G、クライアットマン、ウセシュナンガンデドイチェンライショス1936194511ウフルジ 2004?S87 トラジェバイズメイリラーアーミルスチャイルダイン、ニーフォーマンマルクト、JG1943 ヘフト1 ありがとうございます。